What's up YouTube ご視聴助かります。場所はまだ言えないんですけど、うん、特別な許可をいただいてここでキャンプをするという限られた人だけでちょっと撮影会みたいな多分キャンプを、ほとんどのキャンプ地が人パンパンだと思うの。ここ 1.3 キロ平米、石のふもとっぱらキャンプ場と名付けてましたから富士山のふもとっぱらキャンプ場、はい、なんだ日本ではパクったってパクった変なテントばっかりあるよね。あ、なんかいるよあれ、いるよいるよあいついるよちょっと行ってみようか。どこでも言うね。ハテ君。はい。毎度。毎度。このチャンネルご覧の皆さん、毎度。ハテキャンプこと、ハテキャンプ。ダグダ。本当？楽しそうなの？もう辛いですね。ずっと泣いてる。キャンプやめたら。静岡県にあるふもとっぱらキャンプ場って皆さんご存知。結構日本屈指のキャンプ場のキャンパーにとっては。とってはのロケーションにすごい似てるんです。似てるんだ。でパクっちゃったわけ。でここの名前は。ここの名前はちょっと言えんすね。そのこれがね定価17万なんですけど。あ、17万。日本に15針しかないレア幕なんですよ。実はレアテントなんですよ。手に入らないじゃん。そうだ。それを定価で手に入れた。まあそこでメルカリに出さないのが偉いね。偉いね。さすが。俺はもうこれですらメルカリに出そうかと思ってるぐらいだから。63,300円で売れてたから。敵は身近にいる。俺あの台湾でオールドマウンテンの偽物作ることになる。よなごの明智光秀。オールドマウンテンズ。S ってね。簡単ね。よいしょ。はい。よっ。ランプの妖精カズさんです。おそろいです。あら、あの例の僕のは変光レンズで、こっちがアンパーね。欲しい方、メルカリに63,330円で。今なら安い。今ならね。偽物のミノちゃんがいました。物のミノちゃんでございます。偽物のミノちゃんです。ミノちゃん。ミノちゃん。車はめました。今。助けてください。誰かキャタピラ持ってませんか。ここは今回特別に。まあ許可はしてもらってるけど、みのちゃんが見つけた、なんていうキャンプ場なんですか、ここ。西パラ。西パラ。西のふもとっぱら。西の方ふもとっぱらね。位置はまだ正直今は非公開、まあ絶対探せないですけど、というところで見つけて、このゴールデンウィークのハイシーズン、どこのキャンプ場もいっぱいだよね。そうですね。なのに 1.3 キロ平米、関係者のみ。1、2、3、4、5個しかないよ。5組しか贅沢だ。贅沢。多分この動画とか、インスタでこれから上げてくる景色見て、こちらに問い合わせが殺到すると思うんだけど。あ、いいサングラス。63,333。そうこれメルカリで買えますからね。僕はこれ台湾で偽物。何だったっけ名前？オールドマウンテンズ。増えた。薄毛。かっこ元祖だよ。かっこ元祖。あ、という感じで、秘密のキャンプ場に。こっととオールドマウンテンは、はい、キャンプグッズじゃなく、うん、キャンプ場を作り始めました。シークレットキャンプ場にお邪魔をしてみたということでございました。はい、はい、それではまた。ありがとうございます。